アベルカボチャとか気味悪いけど、言葉が通じるなら交渉の余地はあるな。トリックオアトリートじゃなくてデッド。俺の料理でお前なんで俺だけこんな格好なんだ。カボチャの格好でカボチャと。このスバ強めの言葉で指示してくれ。これが魔王を倒す者の実力です。おやー、帰ったらシュワシュワで乾杯で。我が力思い知れ。ハロウィン、素敵なお祭り。このスバ。このスバ。さあ来い。そうやすやすとしつけられるものか。とくと味わうがいい。まあそんなに褒めないでよ。我が力思い知れ。どうもどうも、それほどでも。このスバ。このスバ。強めの言葉で指示してくれ。次の冒険が私を呼んでいる。懺悔なさい。まあそんなに褒めないでよ。何を。深淵より来たれ。あの攻撃はなかなかに良かった。このスバ。新しいストーリーが解放されましたよ。ぜひその目で確かめてください。しゃべるカボチャとか気味悪いけど、言葉が通じるなら交渉の余地はあるな。このスバ。こんなありきたりの料理じゃ無理だよな。カボチャの好きそうな料理か。そもそもカボチャが何かを食べるなんて、俺の世界の常識からは到底計り知れないからな。どうするのカズマさん、カボチャがやってくるまであと5日よ。結局これといった料理ができないまま2日も経ってしまいましたね。このままでは約束通りカズマが煮えにされてしまうな。その時はクルセイダーとして立ち向かうしかあるまい。まあダクネスはともかく、町のみんなは確実に楽しんでるわよね。はあ？
さあ、カズマがカボチャと再び対決するまで残り5日。今が大注目のカボチャグッズ絶賛売り出し中だよ。みんな浮かれてますね。おう、お前も元気でな。じゃあ、トリックはトリート。ほんとこんなことになるなんてびっくりっていうか、マジでトリックはトリートだよな。カズマさんが言ってたトリックオアトリートもいい感じで流行ってるみたい。いや、流行らせるつもりは全くなかったんだが。もう頭きたぜ。こうなったら明日の夕方、橋のほとりでトリックオアトリートな。いやいや、どういう意味だよ。トリックオアトリートの意味分かってんのか。まあいいではないですか、お祭りなんですし。え？お祭り？カズマは台所にこもっていたから知らないのも無理はないな。対決の当日、カボチャの祭りを催すことになったのだ。カズマも言ってただろ、ハロウィンとかいうやつだ。ハロウィンって本来はそうじゃないけどね。というか俺は負けたら食われちゃうんだが。みんなカズマを信頼しているからのんきにしていられるんですよ。英雄、ここに眠る。とならないようにカボチャを満足させる料理を考えないと。とにかくそういうわけだから、私も来たるお祭りに備えて特製の衣装を仕立てるわよ。トリックはトリート。このスマ、お兄様、皆様、お久しぶりです。アイリスが来るなんてギルドで最初に聞いた時は驚いたよ。今回は特例中の特例だぞ。カボチャの件、王とも重く見ているからな。大変なことになりましたね。あの恐ろしい命の収穫祭に目をつけられてしまうなんて、お気の毒です。ですが、この国の王女としてアクセルの町を守るために全力を尽くします。おい見ろよ、アイリス様だ。王都からわざわざいらしたんだ。すげえ。それだけ俺たちのハロウィンパーティーが期待されてるってことか。そうよみんな、このパーティー絶対に成功させましょう。ダメだこいつら、元々の趣旨をもうこれっぽっちも覚えちゃいない。ずいぶんと士気が高いな。もっと恐怖に恐れをののいていると思ったが。きっとお兄様が皆様の士気を上げたんですよね。まあ否定はできないけどな。なあアイリス、カボチャが喜びそうな料理って何だと思う？そうですね、以前お兄様に作ってもらったマヨネーズご飯はどうですか？きっと喜ぶと思うんですが。多分喜ばないかな。あとはお菓子とか老若男女に喜ばれるのではないかと。老若男女にカボチャが含まれるかは疑問だが。ありがとうアイリス、参考にするよ。それよりもアイリスもハロウィンの衣装を着ましょうよ。ハロウィン？カズマの故郷のお祭りよ、後で説明してあげるわ。さ、早く早く。おい、アイリス様に失礼なことは。
愛いドレスを着せてあげるだけだから。アイリス様の可愛いドレス姿だと。お前らも楽しそうだな、人の立場も知らないで。でもま、怯えてるよりはマシか。みんなのためにもカボチャを満足させて退散させないと。料理って言葉にとらわれすぎてたかもしれないし、アイリスの言った通りお菓子を作ってみるか。このスバ、しゃべるカボチャとか気味悪いけど、言葉が通じるなら交渉の余地はあるな。